皆さん、明けましておめでとうございます。今回は冬のパーティーにぴったりなネイルアートを作ってみました。よかったら参考にしてみてみてください。それでは始めていきましょう。すべてのネイルにはあらかじめベースコートを塗ってやります。メイクスポンジの端をちぎって使います。トレイは CD ケースの蓋でも何でも大丈夫です。また今回はグレーのネイルを使いました。先ほどちぎったスポンジをネイルに浸しポンポンとつけていきます。今回はグラデーションを作るので最初の層は薄くつけていきます。すべてのネイルも同様にします。1層目が乾いたら1層目の2分の1の場所まで2層目を1層目と同じように塗っていきます。その他のネイルも同様です。キメの細かいシルバーラメのネイルを使い1層目のところから塗ります。塗りすぎには注意です。すべての爪に塗ったら乾かします。結晶を親指と薬指に置いていきます。この結晶はオンラインショップの春の歌さんで売っています。詳細欄をご覧ください。ベースコートを塗った上に結晶を置いていきます。それからグリッターを置いていきます。この上にトップコートを塗って完成です。いかがでしたでしょうか。ご覧いただきありがとうございます。 Thank you for watching。 こういう感じになっています。で今はちょっとお正月なんですけどクリスマスツリーを飾っています。もう今日で最後になります。